みほとけチャンネル。さあ今回からみほとけチャンネルは伊那市観光協会様と特別コラボ3本立てでお送りします。長野県伊那市の高遠という町は江戸時代から高遠石工という石の大工さんが多く存在して栄えた町なんですよ。この度は高遠石工の魅力、桜の名所、伊那市観光協会様がやっているガチャとかライトアップとかいろんな取り組みをたっぷりとご紹介します。この動画ではまずは高遠石工、その大工さんが作った素敵な石仏ご紹介いたしますよ。こんにちは、みほとけです。ナム。今日はですね、長野県の伊那市にやってまいりました。今回伊那市観光協会さんとタッグを組ませていただきまして、この町の魅力ドドンとお届けします。そこで今日はプロフェッショナルの先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一般社団法人高遠石工研究センターの熊谷と申します。よろしくお願いします。お願いします。熊谷先生、熊谷先生とともに今日は何をお伝えするかと言いますと、この伊那市高遠の石仏です。はい、一般の方って多分石仏って何だと思うんですね。そこで言うと石でできている仏像、すべて石仏と言います。やっぱり街中にお地蔵様がこうちょこんと置いてらっしゃったりとかすることお見かけ多いと思うんですが、高遠の石仏を見るとまた、はい、違うものが広がってるんですよね。そうですね、はい、あの江戸時代に高遠には、まあ、これまで分かってるだけで1400人も石工がいたんで、はあ、石大工さんですね。そうですね、石大工とも言うんですけれど、はい、各地に出向いて石造物を作ってたんですけど、まあ、特に見て分かりやすいのがこの石仏ですよね、はい、でそこにはですね、これから見ていただくような、まあ、守谷貞治っていうような名工が作った貯蔵が非常に繊細なものから、はい、まあ、素朴なんだけれどもこのお顔がすごくいいよねとか、いろいろなタイプのものがありますので、ゆっくりとそれをね、はい、まあ、お参りしていただいて楽しんでいただければというふうに思います、はい、ありがとうございます。まあ、今日は動画の中でですね、この町がいかに石仏に恵まれた楽園なのかをご紹介していきますので、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今建福寺さんというところに来ておりますが、こちらにたくさんの石仏が並んでおります。この石仏を作った方が守谷貞治という名工でございます。代々石工の家庭に生まれまして、お父さん、おじいさん、ひいおじいさんも、まあ、石工という家系に生まれ、特に二十歳前後、石工というのは大体15歳ぐらいから修行するんですけれど、はい、一番多感な時期に今のおじいさん、お父さん、それから二人の妹で最愛の我が子、相次いで亡くしましてね。そんなに、そうです。これから貞治は修行の道に入るんですけれど、はい、この信仰と結びついた本当に美しくて繊細な石仏を作った、いわばこう高遠石工の頂点に立つような名工なんです。名工中の名工ですね。そうですね、はい、全然変わりますよね。綺麗なお顔されてますね。貞治の特徴は石仏のお顔なんですね。拝む人の心を本当に癒すようから、あまり笑いすぎていない、しかしあまり厳しい顔もしていない、どちらとも取れるような本当に優しいお顔、我々に寄り添ってくれるような、その通りです。例えばこのお顔の顎周りや、お顔を砥石でうまくね、人間の姿に近づくような彫像をしてありますので、素晴らしい、優しいお顔ですね。そうですね、少し目がこうつり上がってるんですけども、ふっくらとしたお顔立ちがよく伝わってきます。そうですね、指先のこの印までしっかり、よく、さすがですね。はい、純帝観音で純帝仏母の印という印をこれ特別な印してるんですけど、ここまで分かっている石工っていうのはめったにいない、普通の印にしちゃってるんですけど、そうですね、これ純帝観音だけにある純帝仏母の印という、自分たちじゃちょっとできないような、そうですね、なんか指がいっぱいこれなんだって難しいですけど。もう一つ、その石という普通の木彫や金属に比べて仏像を作りにくい自然のものの中から、これほど素晴らしい彫像する技術力ですね。すごいですね、石が
がここまで柔らかく感じられるっていうのが素晴らしい。またね、夜見ていただくと、はい、一層またこれが輝くライトアップ。空間若干のは鹿の皮をまとっているんですけど、ここにまあ銃刀みたいなものを施してあって、これが鹿に見える、私には見えるんですね、うん、確かにここその表面感が違いますよね、他の布の表現とは。そうですね、それからその劇で、まあ、福建若干のは三眼で描きなさいということで、額のところに三つ目の目があったり、絹を持っていることところに数珠を忍ばせていたり、はい、こういうようなことをサダジは非常に守った意識なんですね。なるほど。音楽でいうとクラシックのような手法なんですね、はい、あまりオリジナリティを出さない、ね、意識なんですけど、かえってそれがサダジのオリジナリティ。そうですね、忠実な作品っていうものが、ね、だから意識としても実力派だし、仏像を彫る仏師としても一流っていうのがサダジですね、うん、まあ仏師じゃなくて職人だったんですけれどね。そうですね、この空間認識ですね。空間認識、デザイン力もさることながら、いや基礎も含めて全体のバランスを考えた上で、作るんですけれど、この空間認識。うわー、この千手観音さんも空間把握、この大きな円の光背の中にうまく手がバランスよく、手がね、本当生めかしいほど、はい、なかなか合掌してる姿やね、うん、それからもう一つは、これはだいたい5年ぐらいかけて調合したんですけれど、私のこれは推測なんですけれど、はい、一つを掘ってる時にその願主お家の方がお茶を入れきたり、はい、いろんな思い出話をしに来たりするんですけれど、はいはい、そうした面影を一つ一つの仏像にこう宿したような気がしてるんですね。へー、それは江戸時代っていうのはやっぱり写真機がないので、はい、子供さんが亡くなってもお年寄りが亡くなってももうその面影を忍ぶものがないんですね。そういう意味ではこうした墓石の横に石像物なんかを、石仏なんかをね、こういった家族によってお顔を見ながら、サダジはその家族に似せたお顔を作ったんじゃないかっていうふうに推測しております。やっぱりたくさん見ていらっしゃると、はい、やっぱその石仏を作る工程っていうのは一般の人が結構見に来たりとか、お茶を入れて応援しに来たりみたいな、そういう環境だったんですね。そうです。なんかね、お顔が気に入りすぎて、みんなお顔に直接墨塗って拓本取られた方がいて、ちょっと顔が黒くなっちゃってるんですよね。本来は和紙の上から墨を塗るんですけれど、はいはいはい、手法を間違えていきなり塗っちゃった方がいて、そりゃ困ったもんですね。でこれがサダジが発見したんではないかと言われている高遠の青石。そして、はい、本日、はい、カメラとしてお手伝いで来てくれている大仏カメラマン、そして石仏カメラマンの半田カメラさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日の旅を音もよろしくお願いします。大仏大ファンなのでちょっと今日来られて本当に嬉しいです。はい、特に後輩のところに花とか彫り込まれてる後輩を持った石仏がすっごい好きなんです。上の方にすごいですよ。もう止まらないですね。変わってるんですけれど、ガラス工芸のアルヌーボーのような、少しその近代アートの芽生えを感じるような石像ですね。すごい、上の頭の上のこの光背のハスのデザインがむちゃくちゃおしゃれですね。おしゃれですね。つぼみがあったりね。これなんかちょっと曇りガラスで作ったらね、本当にアルヌーボーのもののような、本当に丁寧に心を込めて彫ってるのが分かると思います。よく残ってるな。これは建国寺さんが大事にされてきたんですね。おー、大きいお地蔵様だ。今までのは観音様なんですけれど、はい、これはお地蔵様です。すごい。あらら、こんにちは。そこ開くんですね。あらら、先生ありがとうございます。おー、うわー、優しい顔。へー。で、この後輩とくり抜いてあるんですよね。くっつけてあるんじゃなくて、一つの石から。一つの石からくり抜いてます。すごい。これは腕前が相当ないと壊れますよね。一番下のこの基壇のところにですね、
心の師願能が仏様を叩いたことが下ともさとも言うんですけれど、これが佐田寺の石仏のお地蔵さんの特に特徴なんですね。素晴らしいのはこのツルツルさ、これ磨いてるんですか？いや磨いてはいないんですけど、あの特にこの宝珠はですね、はい、触るとあのいろいろなご利益があるということで、皆さんこう触って、はい、あの自分が直したいところにね、はい、これはちょっと黒光りしているので、なるほど、大型が触ったと。晩年はこうした大型の地蔵尊をですね、うちに10体近く作ってますね。へえ。これを1体作り上げるっていうのは相当なことだったと思いますね。迫力ありますね。これだけ大きいものもいらっしゃるんです。ありがとうございます。興奮。最後イカダに乗ってそれを伊勢まで運ぶんですよ、はい、その別れのシーンで歌を残してるんですけれど、はい、こんなに別れが辛いんだったら会うんじゃなかったっていう、苦しい、そういう、なるほど、恋人じゃないですよですよね、今恋の歌かと思っちゃった、うん、ね、石仏子供人のこの純朴 な、ね、もういや、いい人だったな、いい人だった、もっと好きになります、という人が線画が得意だった、線刻が得意だったんで刻んだっていうのは綺麗ですね。ということで建福寺さんの昼間の魅力をお伝えしました。もう一つの動画では夜のライトアップでまたその魅力も引き立つということで、イエーイライトアップの建福寺さんもお楽しみに。三門でこの両脇にサダリの石仏を迎えてくれます。はい、はい、三門ですね。右が順定観音、左が延命地蔵菩薩、両方ともサダリの写真、まあ階段の両側木で迎えてくれるっていうのがね、仁王像みたいに、あちらです、はい、順定観音さん、うわ、緑の苔が蒸してるところがまたいいですね。時間の経過を感じて、そして左手にはお地蔵様。お地蔵様特にやっぱりこの鼻立ちがすごくスマートですね。そうですね。うん、顔立ちが独特ですね。はい、あと膝をこう片方下ろしてるのポーズも多いんじゃないですか、もしかして。はい。ハンカシー像とも言うんですけど、はい、死ゆいのポーズですよね、うん、これも昔 の、 あのインドの仏像なんかもそのハンカのポーズしてます、はい、足で踏み出さんとしているような、そうですね、あとはまあ考えている、そうですね、やっぱ横から見てもこのね、この後ろとか横の絵文まで抜かりなく綺麗にちゃんと彫られてるんですよね。その通りです。はい、背中、後ろの絵も、布の模様ですね、すごい、ご覧ください。この目がずっと細長く切り上がってるっていうところと、それに対して柔らかい全体感っていうね、この対比が素晴らしいです。ここでもやはり、うん、あの佐田寺はこの祈壇に願能の三を刻んでいまして、はい、これが佐田寺のスタイルになってますね、はい、ここに全体のバランスですね。仏様だけじゃなくて、ここに讃える言葉をつけて、そうです、一つのパッケージ完成、そうです、ね、そっか、物語を作るんですね、仏様の中に。昔これすごい好きで、その石仏によるアングルでも一番いいところっていうのがあるんですよねこの辺でなんかあの吉永小百合だったら私は左から撮ってねみたいなこの順天様だったらこの辺からこの辺がいいですね。あ、なるほど、確かにこの顎のラインがちょうど綺麗に出ますね。顎のラインがいいし、はい、顔が美しく見えますよね。どこから見てもでも美しいですよ。そうですね。そう、マレーがキャラみたいにね、こっちからだけ撮ってるのもそういう感じ。どっからでも来なさいと。そう、どっからでも。資格なし。本当そう。
本当ですね。そうですね。かかと石工って一体どういった方ですか？はい。大体江戸時代の元禄ぐらいから、まあ明治中ぐらいまでに、中頃までに活躍した石工の大集団なんですけれど、うん、主には5人1組になって、でこの高遠ではなくて全国各地、今のところ18都府県っていうふうに分かってるんですけれど、そこに出向いた出稼ぎですね、まあ、旅稼ぎとも言うんですけれど、そして墓石からいろんな石造物、石畳や石橋、そういうようなものを各地で作って、それで高遠藩には税金を納めていた大集団なんですね。主に作ったのがですね、石仏だけではなくて、ここにあるような石段、それから石道路、はい、それから石通り、石に関することならほとんど作ってきたのが高遠石なんですね。どれぐらいいらっしゃったんですかね。はい、霊が刻まれている人だけで1400人ですから、おそらくその倍か3倍はいたんで、はい、謎の大集団と言ってもいいかもしれませんね。謎の大集団ですね。石仏だけじゃなくて、特にまあ墓石周りも高遠石は各地に残してきているということなんですね。なるほど。じゃあもう1000人以上いらっしゃる謎の石工集団が、実はもう我々の身近にいらっしゃったってことですよね。そうです。農民です。農民、あ、元は農民なんですね。農民の、はい、まあほとんど冬の出稼ぎ仕事と言ってもいいかもしれない。ただその腕っぷりっていうものはどんどん磨きがかかって、そうです。未だにいろいろと不明な点はあるんですけれどね。はい、どうやって技術を高めていったのか、それから各地とどういうふうに結ばれて注文を取って毎年のように行っていたのか、うん、セキュリティやいろんなものはどうしていたのかっていうのは謎の部分はあるんですけれど、はい、今のところまあ石切り目付けっていう人たちを置いて、はい、それでじゃあ熊谷組は今年も高崎に行きなさいとか、うん、まあ、そういうふうに派遣して、うん、全国各地で石造物を作っていた集団っていうことになると。へー、だいぶね、こう集団でこう町全体でこう出来上がっていったこの石工のムーブメントがあったわけなんですね。そうですね。ですからこうした先輩たちのいろんなものが凝縮して、最後は定寺のような石像、はい、石像になっていった、はい、で今定寺を振り向いたら半田さんが激写していた。この道路を挟んだこちらにいたこちらにいらっしゃるのが大正不動明王様です。もちろんこちらの作者は森谷定寺。ありがとうございます。なんとこの国道152号線の左手にいらっしゃいます。この目線の先には川。なぜここに石仏様？それはこちらにある奥から流れてきている富士沢川と三分川、ちょうどここぶつかるところなんですけれど、ものすごく江戸時代270年間に天竜川90回氾濫してるんですけど、それとほぼ同じようにこの流れ込む河川も氾濫してますので、苦しめられたんですね、江戸時代の人たちは。それで定寺にその川を沈めてくれっていうことで、この不動明王をお願いして定寺がそれに応えた。これは本当はこの一本上の道のところにあったんですけれど、道路拡張で一旦は勝間の集落に移したんですね。そしたら悪いことがいっぱい起きて、それで慌ててまたこっちに下ろして、ちょうどこの川を見下ろすこの位置に。なるほど。じゃあこの仏様、不動明王様はこちらで守ってなきゃいけない。そうですね。だから動かざる守護神なんですよね。素晴らしいですね。森谷定寺のものの中でも人気が高くて、まあ、最も記憶に残る子供たちでも連れてくると、はい、これは先生奥が深いねっていうような子供たちでもそんな感想を言ってくれる石仏なんですよ。あ、そうですね、本当にこのメラメラと燃えてる炎が体から湧き上がってるっていう躍動感。そうですね。そう、それと怒った表情になんとなく親しみを持てる、そこがいいなと思いますね。そうですね、うん、炎に包まれた中にもう
もうしっかりと座っていらっしゃると。実はこれ、あの講座の中でこういう説明をしてるんですけれど、はい、聖なるものには威風と魅惑、うん、あの怖さもあるんだけれど、はい、あの人を引きつけるそういうものもある。ギリシャローマの像からこうした仏像まで共通して言えるものなんですけど、さらにも見事にそれをはい、込めて石仏のある風景としても面白いと思います、ね、いやいい、ね、素晴らしいですね、やっぱりこういう場所との関係性っていうのは大きいですね。そうですね、うん、この定寺の不動明王は、はい、これ本当に優れた 石仏だと思います。ありがとうございます。止まっておりませんが、この景色も一緒にぜひ皆さん見つけてください。大聖不動明王様です。ナム。いただきたいと思います。和菓子屋千歳さんの高遠饅頭でございます。おー、ぎっしり。それぞれにね、皮が違ったり甘みが違ったり香りが違ったり同じ高遠饅頭。おいしい。皮がですね、薄いんですけど結構歯ごたえがしっかりあるから食べ応えがある。うまい。やっぱりいっぱい歩いたら甘いもんですね。うん。はい、興福寺です。こちら薫の福の寺で興福寺さん。おー、この三門というか巨大な杉の木の、そうです、向かって右側に地蔵堂があって、はい、これはあの向山十左衛門という佐々木さんの少し先輩の石工が作った特徴的なおちょぼ口で耳が大きい。おー、ほんとだ。どことなく可愛らしい、大きいのに可愛らしい。巨大石物をたくさん作った向山十左衛門という石工なんです。主に辰野とか箕輪っていう神奈北部に数多く作品を残しているんです。はあ、守谷貞治とはまた味わいが違いますけど、こちらも上品で素敵なお顔ですね。っていうかちょっと待ってください、熊谷先生に顔似てますよ。似てる。たまに言われることあります、ね。うん、この興福寺745年に創立されたって非常に古いお寺なんですよ。はい、一応745年に行基というね、行基菩薩が訪れてここを建ったんではないかというふうに言われております。はい、これからこの上にこの素晴らしい法教院があるんで、はい、見に行きます。はい、ここ山岳院って言われてるんですけど、はい、山岳院とは発想宗、三論宗、真言宗というその山岳の修道場になってるわけですね。いや、もう本当鎌倉の新仏教が出る前の奈良時代の、ね、これ奈良仏教でこれを学ぶ場として作られたということでね。どうして古い時代にここにお寺が建ったのかが、うわ、これはあの岩なんですよ。うわ、なんじゃあの岩、ね、もう岩そのものが、はい、私たちの先達にとっては神様、はい、でああいう岩の下で修行をしたわけですね。で近くに高等参道が通っていたということで、はい、もう寺を作るならここしかないなという、はい、いうことでここにおそらくその行基を迎えた人たちが、うん、ここにお寺を建立したんじゃないかと。おー、すごい。行基といえばね、東大寺を作るための、大仏殿作るための資金集めをした、そうです、そうです、あの行基さんですよ、ね、うわー、すごい。待ってください、これもすごすぎる。あの巨大な岩に祠、そして手前に法教院と、何ですかこのいかつい景色は。もうちょっと言葉も出ない、すごい。木が入ってるところに、はい、竹がそこ、あ、本当だ。本当だ。あれはそのまま伸びていってる。いってるね。根性竹みたいな。根性竹ですね。根性竹っていうのが貫いたみたいなね。これです。この割れ目の部分に竹が上に生えてる。半田さん、さすが。いやいや、そんなことないですよ。でも日本はこういうなんか古くから、うん、岩のに対する信仰みたいのがあるんですね。もう岩そのものが石仏と同じと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そうです。だからここの高遠の石仏はもうこの岩がもう母なる岩みたいなとこですかね。そうですね。はあ、古いものなんですけれど、
地元のこれおそらく安山岩で作られていると思いますけれど、美しいんですよね姿がね。美しい、この本当に屋根の部分、お寺の屋根みたいにちゃんとここたるきの装飾ちゃんと彫刻されて、そうですね、塔になってる、すごい。で主事見事にこの切り行く阿弥陀如来とか、はい、あの大日如来っていう文字が見事に彫り込まれていて、はい、なかなか美しいものなんですね。うん、綺麗。これを作ったのも高戸一宿。高戸一宿の先輩ですね。うん、岡山十左衛門の師匠みたいな人がね作ったと思うんですけど。これは江戸時代の。享保7年ですね。享保7年。この仏塔にしてもこういう場所にしても、はい、現代人がちょっと忘れてしまったあの、うん、お参りすることで自分に自分というものにもう一度立ち返ったりね、うん、あのそうした静かな時間を持って毎日を歩んでいくっていうような、うん、そういう意味ではこういうお寺というのは大事な場所だったんですね。うん、で祈るっていうかね、うん、願うっていうこととまあ共通してるんですけれど、そうですね、そういう時間を持っていた我々の、はい、まあ先達たちというのはある意味で私たちより豊かな時間を持ってたんですよね。本当ですね。だから我々がこうやってねその足跡をたどることでねいろいろこう自分でもしみ入り感じ取ってリフレッシュになりますからね。そうですね、足を運んでほしいですね。この高戸は城下町ということで全宗派のお寺が揃ってまして、でこう、古刹を巡礼できるね、うん、そういう町でもあるということです。どこかに。